えっとまずあの何者かということで私の背景をつかんでもらった方がいいかなと思いまして経歴等を含めて私と探求との出会いというふうなお話をさせてもらいます。えっと、教員になって2校目になる平成9年に尾瀬高校に赴任してですねその時はあの大学進学がほとんどいない学校で理科の生物担当の教員として自由に実験の 授業をたくさんやって本当に幸せな一年を過ごしておりましたその次の年に,自然,ののに自然環境科って一体何だろうと同じ学校にはいたんですけれども理科の教員が10人もいて私10番手の教員であまり出番がなかったので当事者意識がなくですねその自然環境ができて2年経ったところで3年目の担当となった。 で調べてみると理数科であると理数数科科科ででああるると専門学科である、えー、しかし、えー、地域の方や中学校の先生たちには職業学科のように思えるとつまり自然環境を学ぶとそういう分野に就職するんだなと当然あの進学する生徒が多くなく特に大学はまあほとんどいなかったわけですのでそういう思いがあったでしょうが。 調べてみると、まあ、そうではないとその辺からじゃあ一体どんな教育をしていけばいいのかっていうところが、まあ、私にとって大きな課題でした。で同時に3年生が初めてその年にできまして学校設定科目で課題研究を行いましたこの課題研究も悩ましいどういうふうにやっていいかが全くわからない。ということで私自身の探究が随分始まった ことを覚えております、まあ、当時29歳だったので本当に右も左も分からず、えー、どうしようかということのまあ連続だったと思います。まあ、それがまあ今の私を作ってるというか、えー、それまでいろんなことに、えー、なんていうでしょうね関わってきたようなことになります。で、えー、平成13年には総合的な学習の時間を尾瀬高校では一斉に全学年で導入しました。 それまで自然環境科は8つの学校設定科目で20単位ぐらいの授業を行っておりましたそれは主に地域の自然についての学習でしたがそれだけでちょっとバランスが悪いということで日本全体や世界現実社会に目を向けた総合学習の何てうんですかね魅力というか可能性に私はちょっと惹かれましてさらに特殊な分野に手を出していきました。 それを順調にやっていたんですけれどもその後中高一貫教育が小さな学校で全校で200人ぐらいしかいないようなところなんですけれども地元の中学校との連携が始まってそこに私は事例を2つぐらいもらってですね3つですかね4つぐらいもらったのかな中学校にも出向いて授業を行うことになりました。当時は選択教科というのがありまして そなんでもこれもまた調べました、えー、何で調べてるかというと私教育学部出身じゃなくてですねあまりよく教育について理解してなかったということもあります。それで発展的な課題学習を行う時間であるということで中高一貫の接続ということもあって尾瀬高校が行っている探究活動 調査活動なんかをを中学生を相手に行っらそうこうしていて14年も尾瀬高校にいて非常に居心地がよくなりましてずっといたかったんですけれども23年に今勤務している中央中等教育学校ということで中学生から高校生までいる学校に赴任してで特に希望したわけじゃないんですけど。 え偶然あのその学校に赴任した年にも総合学習の前期生中学生の分野のまあ担当主担当ということになったりえで2年経つと研究部ということで総合学習を全面に改訂しなさいということでえそれの見直しをした後の運用するところの担当になったりそして今日呼ばれた一つだと思うんですけど SGH スーパーグローバルハイスクールの主任ということで理科の教員が何でやってるんだということはよく聞かれますが私が担当して今進めているところでありますこのあとちょっと急がなくちゃですねえっと次ですえっと時間がないと思ったように最初に結論です私のモットーというかえいろいろあの今回のお話しいただいた後に えー、時間なくてですね過去の資料をめくってみました皆さんのお手元には随分あの資料をたくさんいさせてもらって平成18年だとか20年22年とかですね古いものがありますがまあそこに書いてあることを振り返りながらちょっとまとめたところですいずれにしても尾、えー、瀬高校では、うん、大学進学のために勉強している子はほとんどいなかったわけですよねそこでじゃあ何のために勉強させるのかというか勉強するのか ま,あまず学習のモチベーションで理科の実験はとても楽しくて面白くて私は好きだったんですけどそれ以外の授業や総合学習それから自然環境科の特殊な科目これどうやっていこうかということで考えてみると結局はモチベーションなのかなということでこの言葉が適切かどうか分かりませんがほかにいい表現が見つからないのでここで仮にどういう捉え方か分かりませんがモチベーションということで結論です。 でそのモチベーションを上げるために、えー、まずはビジョンイメージを作るということを大事にします、えー、まずはその研究としてとか探求としてのビジョンというよりも自分がどんな人間になりたいのかとか、えー、そういうところだと思うんですよね、えー、で近いところでは、えー、上級生の姿を通してあ、2年後にはああいうことをやらなくちゃならないのかとかまたはああいう先輩になりたいな っていうちょっとした憧れみたいなもので自分の人間的な部分の目指す方向性を見つけるそれから尾瀬高校でも今の学校でもできるだけ外部講師学校の先生以外の素敵な大人の方にたくさん出会ってもらって多様な価値観や生き方を知っでそれができた上で主体的に学習してほしいなということでこの主体的な言葉はちょっとうまくつって 説明できないかもしれませんが、えー、そのためには自ら課題を設定する与えられた課題で納得すればいいんですけれども、えー、まずはまあ課題を設定する発見する力をつけてほしいそこに重点を置くっていうことを大事にしてます。でえー、とは言ってもなかなか気が付かないのでいろんな仕掛けをして潜在的な興味関心をまあ顕在化する例えば提案してもあそれいいなって思った時には自分で見つけたことになるんかなと思うので、えー、無理やりやらせられたんじゃなくて。 こんなテーマどうかななんていうのも場合によっては自分でそれを選んだということになるんじゃないかなとも思っていますできればそうでないということで出会い環境を作るということで多くの方の講義これは大学の先生だけではなく地域の方だとか多様な方に来ていただきますそれがいろんな体験をする映像や書籍もたくさん利用します。図書館だけではなく 普段学学んででる学びの場の場近くにですね書籍をたくさん並べておいたりとかどんどん入れ替えていくとか仕掛けていきながらですねいろんなものに触れていくとそれから発表の機会や質問の機会もたくさんそれから連絡訪問というのは専門家とか学校以外ですよね大学の先生や地域の方のところに連絡を取ったり訪問するというようなことを意識しております。 でそれが授業では全員がやってほしいところですけども能力に差が意欲にも差がありますから発展的な学習も用意しなければならないなっていうふうに考えています今回の SGH もここが一つの味噌というかこれがないと多分うまく回らないんじゃないかなと発展的な学習をやる子が近くにいるとそれは先輩でなくてもです、ね、それを目指したりとかそれに影響を受けるんじゃないかなとも思っていますし生徒の満足度も大きく違うと思います。 で教師はということであえてつけたんですけども気づきを待つっていうか私自身もそうですがついついあの成果を求めたりとかできない生徒の助けをしてあげたいのでちょっと助けすぎてしまうんですねですからここを待つっていうことがいかにできるか尾、まあ、瀬高校の時には教えないっていう言い方もしたんですけどちょっと物知りになってくるとすぐ教えたくなるんです教員は、えー。ですよね。 ですのでそれをグッとととここらえてて待つっていうことが一番大事かなとも思っておりますそして最後成長を実感する、えー、自分でどこまどうなりたいかっていうのが設定できた上でなんですけれども、えー、自分で自分を評価する力でそれをつけるためには相手をしっかり、えー、なんていうかクラスメート旧友を評価する力も必要ですしそれから何よりも第三者評価外部の方に え評価してもらってできれば褒めてもらったりするとかなりグッとここに上がってくるんですけどそれは駄目出しをしてえ例えば学会に連れてってあの発表させたら「君え発表しない方がよかったね」なんていうふうに言われて涙を流した子がですね翌年またチャレンジしていくなんていうそういうこともあったりはしますすすいいいいずれににししてててもも客観的に自分を評価する力もつけていってほしいなと思いますさあここからは相当ハイペースです。 <laughs> 写真で振り返っていきます。えっ、ー、とどんな学校だったかということで特殊な校舎があります。内部はちょっと後で説明しますが、あの黒板とか教団教卓がないという、えー、変わった学びの場です。でそこで、えー、行っているのは課題を発見する力を中心に感受性とかコミュニケーション、えー、こんなことを欲張って狙っております。最初のスライドだけでちょっと時間を置きます。このあ,あ。 かなかった <laughs> えっと、えー、ここの4人はですねどういう関係かというとですね3年生と1年生なんですね3年生が入学して最初4月の、えー、校外実習1年生の校外実習の指導は3年生が行うんですねつまり1年生は3年生の姿を見てあ2年後には僕はこれをやらなくちゃならないのかなっていうふうに思うわけですねそんな場面をですねこの、まあ、校外の実習でもそうですし研究発表でも同じように、えー、予定しています。 えー、大学の先生の指導を受けてますそれから地域のおじさんの指導を受けて尾瀬です、えー、里山の、えー、好きなボランティアの方の指導を受けてますそれから、えー、博物館、えー、天文台、えー、これは野鳥の会の指導を受けてバードウォッチングですねこんなことを1年間で授業の中で毎月行っていきます。 多様な環境、多様な人っていうのがポイントです。ですから研究者だけではなくて、さまざな生き方に生き様に触れてほしいなと思っています。2年生はですね、調査活動です。同じ場所です。去年行ったことあるあります。もっと言うと来年3年になったらここは案内しなくちゃならない。1年生を連れて行かなくちゃならない場所でもあります。そこでの調査、中学生も連れて行ったりしますので、いろんな場所での活動が入ってきます。これも大勢ですね。 いろんな調査活動をやはり毎月のように行っていくこんな学習です。で見ただけでわからないことを調べて、その調べた結果から、えー、自分の考えを持ったり議論したりとかそんな力をここでは、えー、求めています。3年生はあのちょっと探求からは少し離れますが最終的には探求にやっぱり戻ってくるというか、えー、いろんなヒントを得る場にもなっています。えー、学んだことを人に伝える1年になります。 ボランティアの方や小学生やいろんな活動を入れていきます地元の中学生を案内したりしますこれも同じです最後は1年生の時に外部講師で来てくれたおじさんに卒業試験ということで今度は案内し返すとそんなようなことを予定していますつまりここでは目標は1年生の時の外部講師の方になるわけですねこんなことを校外実習として行っていますこの後は課外活動で発展的に夜のお勢です 地下の調査をしています。三、えー、日四日連続で大勢に入って調査をします。えー、水質の調査とかいろんな分野で調査活動しています。で、その成果としてはあのー、これは私が転勤する前のものですので、えー、古いんですけれども、今もあの成果を上げてて、えー、毎年毎年いろんな研究をして、えー、評価をいただいているところではあります。えー、その次ですね。 いいろろろんんなな世代とととここれも課外活動を含めててですねいろんなところと連携してやっているといるう一例ですやはり小学生同世代の高校生これもそうですそれから地域の行事も積極的に参加します大学生との交流それから大人との交流、まあ、仕事とは別でボランティアで山に入っている人たちのこれは大学の先生との交流っていうわけじゃないですまあ、指導を受けているところですね。 それから地域に開かれた学校ということで学習成果を発表するをたくさん用意していますこれが大きなポイントです評価をいただくところですのででその方法もいろんなやり方があります講座の講師になったりいろんな人の発表会を開いたりとか自分たちの発表あとは自然体験活動もしています。 はい、写真でちょっと見てもらいましたが、えー、とこれもあのちょっと古いものです、2011年で私がまだ尾瀬高校から出たときの資料ですので、えー、今の活動を整理するとです、ね、こんな狙いで、えー、いずれにしてもいろんなものに興味を持って課題を発見することを3年間テーマ図と、なかなか難しいです、えー、課題発見できないまま卒業したんじゃないかなという場合も、うん、あるかもしれません。 それからこの価値観に接するってことも大事にしていますそして考えを持っていく少し段階を追って目標を変えていっています先ほど話したのはこういった科目があって探究としてはここがメインなんですけどこの課題研究をやるために他のものが全部つながっているということでこの単独で例えば週2時間3時間だけでどこまでできるかというとちょっと難しさもあるかと思います えっと学習スタイルについてはちょっと省略したいと思うんですけど、一、えー、年生では個人活動のベースからということで、これはあのお手元の資料を読んでいただくことでちょっと時間をカットしたいと思います。えー、っとこれは校舎の中の様子ですけども、こういうグループワークをしやすい環境があります。で、パソコンを使ってあの校外実習で得られたデータなんかを、えー、確認していくような作業だったり、それをあの発表していく活動、まあ、こういう。 山小屋みたいな雰囲気の校舎があって書籍なんかも置いてある素敵な校舎です。で2年生はあの個人からグループへ意識を向けていって個人の活動からグループでの意識を持っていくただし最終的には個人でどう判断するかそして3年生の課題研究につなげていくはいこれも省略です。で、えー、最初に戻るんですけど3年生の姿を見て。 自分のイメージをはっきりさせていく、それから多彩な外部講師との出会いを通してイメージを作っていくということを大事にしているというかことです。あと5分ぐらいで今の学校の話をしたいと思います。と私がいるこの学校はですね、あの一転して新学校で、多分群馬県ではあの模擬試験だと大体トップになるような。 えー、学校でありますでそこに赴任して大勢でやれたことがあなたできるんですかっていうことで、えー、ちょっと先輩の先生からからかわれたりしましたので、えー、そのことを思い出してですね、えー、理科の、えー、授業が普通にある学校ですからちょっと見てみるとこういう探究活動はあの理科の位置の中に学習指導用にたくさんもう出てはいるわけですねやってたはずです。受験のためにははここはあまり意識しないで ちょっと読んで終わりねっていうような感じが否めませんそこで私はあの6年生の授業6年生の理系つまり高校3年生の理系の授業を最初に担当したんですけども教科書の4章一番最後にある課題研究から実は授業を始めました、えー、っとここを読むとですね適切な時期に行うってことでこれ受験順番にやっていくとですね一番最後ですよね。 高校3年生の一番最後に受験間近でこれを高校生が本気でやるかというところですけど大体これが受験で本当に生かされるかっていうことであると先に持ってきた方がいいなと思って4章から始めて最初は不評でした保護者からも大丈夫かあの先生っていうことで <laughs> えありましたがすぐに生徒の方はその趣旨を理解してくれて個人個人が自分の進路に関係するようなところ理科の中からテーマを設定して ちょっと調べてちょっと発表してということで細く長くですね2学期まで引っ張っていって何回か4章が飛んで出てくるようなそんな展開でやっていましたさあそれで今日中心の SGH なんですけどもここはあのさらりということでお手元の資料でまだ今年始まったばっかりで大きな成果が上がっているわけではありませんので簡単にちょっと紹介なだけになります。目標としては 香港はもともとこの一は開港当初から10年ちょっと経ってるんですけども最初からこの目標を設定して地球市民ということでした。でその上に SGH、えー、とししててつの目標設定をしていったわけです、まあ、グローバルリーダーということでこれ文科省が指定しないんですねグローバルリーダー像は各学校が定めるということで非常に難解なものっていうか厄介で困りました短期間でこれを考えるのは難しかったんですけども、まあ、本校としてはこういうリーダー像を設定しました。えー 本校は英語はあの県内ではもちろんトップレベルですけど全国的にも随分できる学校で外国人人の先生が3人ぐらいいるような、そういうい恵ままれた環境でもありますで。その中に多文化英語だけじゃなくいろんな国の文化についてさらに理解を深めていこうということとか最終的にはコンセプトやビジョンを示せる困った時にこうしようっていった時に こうしたらいいんじゃないかっていうときに人間としてそれに信頼してついてきてくれるようなそういう人間としての成長も含めた上でコンセプトやビジョンを示せるリーダー像でそれを目指すためにこの四つの段階で構成しています。一つは新しい授業です。週一時間の一単位しかないんですけれども一年生から六年生までの授業。それからこれまでやってきた総合学習そして行事と課外活動です。この四本立てです。 で簡単に説明しますと、えー、12年生ではあのグループでの学習は多文化理解で、えー、外国人講師の方が何人も来て1年間で15人ぐらいあるいは ICT を利用して、えー、やり取りしながら多文化を理解していくようなこと3年生から5年生は、えー、課題発見、まあ、研究の中心になるわけですけれども 大学の先生に来校していただいて講義を受けた中で課題を見つけていくあるいは企業の方に来校していただいてその講義を受ける中で課題を発見していくということを行っていますで六年生ではまあ英語のディベートだとかディスカッションとかそんなことをやっていく予定ですで総合学習はこれまでとあまり変わらないんですけども個人です個人の好きなテーマで何でもいいから自分 のテーマを考えていこうということなんです。ただし一年生はちょっとそこはあのまだ乱暴なのでこの後もう一回これについては説明します。行事についてはそんなに多くしてません。新しい行事を入れると負担感が増えますので二つ新しいのが入ってあとはあのこれまでのやつを改良するという,う形になっております。そして課外活動まだあのうまく軌道に乗ってませんが特にこの 少人数でいろんなものにチャレンジしたいって子が増えてくるような環境を作っていきたいと思っています。これはお手元の資料で後でじっくり見てください。えっ、ー、と柱が3つあるということで総合学習と学校行事とまあ、教科なんかが支えて真ん中があるとも見えますが右下見ていただくとこれまでやってきた総合学習とそれから英語とか外国語それから行事を通しての こういった活動が支えになってすでにここまで香港はなっているという仮説のもとですね家庭のもとさらにリーダーとしての育成というんですか成長を目標にしていこうということで組んでおります。 で総合学習はあのそれなりの実績が出てきていますのでもうちょっと詳しく説明します。1年生はあの学びの基礎ということで、えー、と新聞記者になって、えー、情報収集したりまとめていこうという視点で、えー、12学期間はやっておりますその後に3学期で論文作成となりますが群馬県を代表する、えー、自然誇れる尾瀬ですけどそれを ESD という視点からですね多面的にいろいろ捉えていこうということでやっています。で新聞の 記者となって取材をしたり現地に行ったり、えー、情報収集したりしますその時にクリティカルとといいう言葉がキーワーワドかと思いますそして、えー、新聞の記事に出して分かりやすく伝えると、まあ、ロジカルにやるということを1年生ではちょっと学んで論文に生かしていくでそれを受けて2年生から34年生というにはテーマが少し変わって群馬を対象に自分の 興味のあることと、群馬と、どう関係があるのか。そして私は、それにどう関わって生きていくんだろうかっていう自分の、まあ、あり方なんかを考えて、生き方なんかを考えていくようなテーマです。あ、それが、えっ、ー、と、え、日本探求、え、三年生ですね。え、そして世界探求というふうに、視野を広げていこうということです。その過程でも、えっ、ー、と、研究機関訪問ということで。 大学や企業に連絡を取らせていただいて訪問させてもらっているところです。そのの成果もこの後ちょっとと紹介したいと思い思ます4年生で研究したことを主に使うんですけども5年生では論文コンテストを応募したり英文で論文してみようということで例えば M さんはこんなような研究を通して つい先,日、ね、先週あの結果が出たんですけど、まあ入選ということで全国で4番ぐらいの賞をいただいたということで、えー、たまたまなんですけどたまたま事例で出してたらあのたまたまえこういう賞をもらったんですけど大学を訪問したことをきっかけに指導を受けました。指導といっても あのこういう本を読んだ方がいいんじゃないのとかさらしな日記だけじゃなくて何とか日記っても読んだ方がいいんじゃないのかとかそういう助言をいただいたりとか浅い考察だったのが深めることができたりとか、えーまあ、研究に対する直接的なところもあったかもしれませんが、えー、指導を受けたおかげで、えー、充実した内容になったということで、えー、報告を受けてますで本校の、えー、中心はですねこれがゼミという形にしてるんですけど4人で行う、えー、活動で。 先生は実はあのいるだけなんですね。えっ、ー、とここにいるんですけど、専門的なことも特に分かりませんから。とにかく4人で話し合いを授業のほとんどの時間を使って行って、ちょっとアドバイス1人につき、2分ずつコメントする程度です。これをどん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 繰り返していくような活動をしています。テーマを変えていきます。今回はあの研究テーマについて、次は研究結果について、まとめ方についてと、そういう風にどん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 変えています。なにしろ最後が英語でまとめるので、英語の論文を教員が。 え普通の担任がやるのは難しいです。英語の教員だけではチェックできないので、生徒の英語力に頼っているところもあります。でそのやり方はえっ、ー、といろんな方法があって、こういうボードを使ったり、パソコンを使ったりしています。でその一四人だけ先生が見てるんで、その他の生徒たちはコンピューターを使って論文をまとめたりとか調べ物をしたりとか、まあ、本も使いながらですね、やっているところです。 これはちょっと別のものですけど外部講師との様子が分かればなということでシリアの方に来てもらっているところです。これはイングリッシュキャンプということで外国の方と一緒に泊まって食事をしているところです。大学の先生からこれは政界主義を超えてというテーマで講義をしていただいています。その他ランチタイムに これはグローバスーパーグローバルカフェという名前で、えー、と無理やりあの聞きたくない生徒にもいろんなことを教えたりしています。で発表会や質疑応答の場面もいろんな方法で、えー、撮っているというようなところです。外部講師の方も来てくださる。左側オーストラリアの方から、えー、JICA の職員の方ですね。で、えー、ちょっと追加でじゃあカで私は科学部の顧問をしてますので、えー、とこんなこともあったということで。えー これまでもあのそういう成果を生かして、えー、こんな成果があって国際会議にも本校は英語,の英語ができる制度ですねある程度、まあ、チャレンジできるかなと思っていますそして理科の自由研究でこれも先週あの結果が出たんですけどこんなことで12年生ではかなり時間をかけて、えー、準備、まあ、事前に5時間 夏休みのあとにまた5時間ということで論文にまとめていくような活動もやっている成果がコツコツじわじわ現れてきているのかなと思います。そして今回テーマを中等教育におけるというふうにさせてもらったんですけども中学校で実は理科や社会科ではかなり探究をもやっているんですね。 ただし受験で3年生になるとやっぱり高校受験があるからそんなにはできないなということで、1年生ではでも本校もあの理科研究は全員が応募してますし、かなりやってるんですね。そこで探求ってことをあの意識させたいな、楽しいなっていうかいいなっていうように思わせたいなというようにも思っています。で高校では残念ながらあのうーんと書いてはあるんですけども。 理科の学習指導要領には100箇所以上探究いう言葉が出てきますので,で国語にも数箇所ありますし社会科にもあのコンビニにも出てきますいろんなところで探究はあるはずなんですけどもなかなかそれを意識したら指導っていうのは難しくてやはり総合学習はその受け皿になるのかなとも思っております。でただし高校入試で探究力を評価できれば中学校の探究活動ももっと充実するのかなともちょっと思ってますし大学入試が変わるということですので高校入試も変わると。 いうことであればさらにいいのかなとも思います。はい、えー、以上です。だいぶ時間おばーーしましたがありがとうございました。<laughs>